作品46は、フレデリック・ショパンが作曲したピアノ独奏曲。ショパンは2曲のピアノ競奏曲を書いた後、1832年に第3番の作曲に着手していたものとみられるが、それは完成せず、後年の1841年になって、弟子のフリーデリケ・ミューラーの依頼によって、その着想は競奏曲風のピアノ独奏曲に仕上げられた。ちなみに、 作曲者は友人への手紙でこの曲を競争曲と呼んでいることから本来のタイトルは競争曲のアレグロだったと考えられる。なお、この曲で演奏者はピアノ1台でオーケストラでのトゥッティ部分とピアノのソロの部分を引き分けなければならずオーケストラの部分は速いオクターブの進行が求められピアノ独創部でも高い技術が求められる点でこの曲を ショパンの最難曲とする評論家もいる。同様の趣向の曲としては、シャルル・バランタン・アルカンのピアノ独創による競争曲、ロベルト・シューマンのピアノ・ソナタ第3番がある。ドイツの作曲家、ジャンルイ・ニコでは、ピアノと還元落用及び二大ピアノ用の編曲を残しているが、展開部などを大幅に追加している。また、オーストラリアのピアニストアラン・ココソウスキは、 この曲と野草曲第20番ボレロを編曲してショパンのピアノ競奏曲第3番として発表している。速度はアレグロマエストーソで競争そなた形式を模したそなた形式による。還元学的な堂々とした助奏の後、やはり還元学的な第1主題とピアニスティックな第2主題が現れる。展開部は2曲のピアノ競奏曲と同じように非常に華やかで、 ピアノが先導する。再現部では、第1主題が異端調で再現され、第二主題は再現されない。曲は華やかな気分のまま、壮大なコーダとなり、集結する。ありがとうございます。